なんかさ、うん、あの話聞かせてよ。何が？老人介護のさ、うん、ねえ、ツイッターとかで。あれさ、何全部作り話なの、うん、何を言ってんの。はぁ、マジでマジでやめろや。ちょいちょいじゃなくてさ、作り話なんかないよ。今までさ、結構1年近くぐらいさ、はいはいはい、トークライブとかやってたのね。あ、であれ結構面白いじゃん、はい、書いてあることとか。確かに、うん、すごいならではだしさ、はい、こういうの聞きたいなと思ってたことがさ、ね、全部詰まってたのね、はいはいはい、そのツイート見た時、はいはい、嘘なのか作り話で急に出てきたのか、それともトークライブを舐めてるのか。いや違う、こういうことしろタコと思ったんだけど。違う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 、作ってるよねあれね。いや作ってないです、作ってないです。一回も聞いたことないんだけど。確かに。いやいや、あんまり老人のあれだから、あんまりトークライブとかでも。いやいや、お前みてえなバカがそんなこと考えてやってんじゃねえか。言うんじゃないよ。トークライブで、じゃあいつやんだよ。じゃあなんでそれツイッターならオッケーなんだよ。たまわりなこいつ、あっちの方が見る人多い。超懸命。いやだからもういいのかなって思って。だから別に今やだからお前ごときが考えるのがおかしいんだよ。そんなお前ごときとかいいじゃん。いやマジでマジで、お前ごとこんな脳もねえやつがさごときとかいいじゃん、頭回してねえって勝手に自粛みたいなさ。いやそんなもん全部出してなんぼのトークライブじゃん。いや確かにそうですね。ねえ、まあ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 、まあ、いや本当だから、そう嘘とかではない。それはどれはで、どれが、まあまあ嘘どれはちょっと当てていい。これあのだからそう、何嘘嘘って言われたちが、なんかもそれは多少はねえ、うん、なあこば、そうそれその多少はどれちょっとじゃあもうメモあるんだろうから。いやまあ今までのツイートのやつな、これ見れるでしょ。いや本当だよ。ちょっとあのああいいよ読んでって。じゃ あ, あ昨日のなんかめっちゃ良かった、いいのもすごいもらってさ。そんなにいっぱいあるわけないもんね。絶対トークライブで話すもんね。いやだって一回は言いますよね。もうね、いや言ったことあるだろ。ない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 よ。ないないない、ね、ないけん。こんな面白い生活のあまりの普通のことになってて、はい、これがだからそんなに、いや言いたくなる。例えば寝てた、それがセンスないっつうんだよね。芸人として。いや絶対に。何が普通になってるから、トークラブ、一言も喋んないトークラブとかあんだぞ。なことない、なことない。それやばいね、50分ぐらい。少ないけど。斜め45度、後ろで口呼吸してるだけで。斜めめっちゃ。口呼吸してるだけで終わった。斜め45って結構後ろにいるから。うるさいっすね、せめて鼻呼吸にしてくれよ。全然喋らせねえな、言おうとして。黙れや、一回。俺読ますんじゃねえな。昨日ね、あ昨日、はい、寝てたおばあさんに呼ばれ、不安そうに、私ボケちゃったのかしらと質問された。急に軽い質問、軽い認知症の方にはたまにこう聞かれる、うん、でうるせえな。聞かれたから聞かれたって書いてんでしょ。本当にってなんな、嘘ですって嘘なわけないね。たまに聞かれんの。たまにあります。 あるんです。あのちょっとわけわかんないのみたいな、うん、どうそう、わけわかんなくなってるから。あ、まあでもこれはちょっとリアリティあるでしょ、うん、確かに。で、格好で、うん、これ布団なのわかりますって言うわけよ、うん、ええって言って、 あわかりま、あ、じゃあボケてないです、大丈夫ですよ。なるほどなるほど。って言って、うん、と簡単な一問一答が結構有効的で安心してもらえたりするっていう、ちょっとこんな豆知識。めっちゃいいツイートだね、これ。いいね、すごい良くない、エピソードと、うん、こういう対策みたいなのが書いてあってさ、これマジ、今のはマジ、これはみんな幸せになるやつ でしょ。これいいじゃんね。すごい、これなんでしなかったの、トークライブ。そうです。で、別に面白い話ではない。あ、まあまあ、これはどうやね。でしょ、面白い話ではない。あ、これはどうですか。お、なんですか。なんだよ、この検査検査みたいのが入るやつ、なんなん。7年前、7年前、はっきりとこの、だからもうこんなはっきりと覚えてるかね、こんな7年前なんて。あるおじいさんが AKB のワイドショーを見て、あっちゃん辞めるのかとボソッとつぶやいた。確かに頭のしっかりした方だったが、まさか前田敦子まで認識してることにスタッフ一同仰天し、まるまるさんすごいすごいブラボーと神輿に乗せる勢いで盛り上がった。しつこいこの盛り上がるところ描写が、確かにそこはいいでしょ。長いよ、3行使ってますよ。スタッフ一同仰天し、仰天したでいいのに、仰天し、まるまるさんすごいすごい
ブラボーと言ったで終わりがいいのに、と、みこしに乗せる勢いで盛り上がった。何のコーナーだよ、これ。17いいね。ちょっとやりすぎて。やっぱちょっと作ったやつは。ちょっとね、ダメなんだろうね。もっと盛りすぎ。7年前とか。7年前だもんな。いや、だから。これどうなんですか、うん、これお作りになったんですか。でしょ。いや、あっちゃんって言った、言いました。うん。けど、それを、職場で盛り上がって、とかはちょっとあれだけど、盛り上がったというか、俺は聞いたから、後であの何々さんがあっちゃん知ってたんだよみたいな、あれあれって言って、一人しかいない、え、マジっすかっつって、すごいっすね、そう、すごくない、すごいすごい、あれこれ全然印象違いますね。こんなこと言い出したら印象違いますよね。これは完全にみんなで集まってるとこで、いっちゃんなんて知ってんの、すごいってみんな集まってきて、ブラボーブラボーっつって、わーっしょいわーっしょいみたいになった感じなのに、後日宿直の交換の時みたいな時に、お疲れ様っす、あ、そういえば何々さん、あっちゃんのこと知ってんだよね、すごいっすね。いや、だからあっちゃんじゃん、それを7年前っていうのが怪しいと思ったんだよ、妙にすごい本当っぽくしようとしてるのが、そういうとこあるよな。違うじゃん、あっちゃんが辞めた時だから、あの AKB をそれ知ら、逆算できて調べたから、あれいつだったかなってこと、あっちゃんが辞めたのが7年前なの、AKB を、嘘だからこそやっぱそういう脇を固めたから、嘘じゃなくて、いや、その嘘ではないじゃん、虚実織り交ぜて、嘘ではなかったじゃん。でもその本当に行ったとこでは盛り上がった、うん、昔介護芸人の日記ね、ハッシュタグ介護芸人の日記、いいですよ、宣伝してくださいよ、うん、見てください、みんな見てください、昔、うん、夜中トイレに起こすと必ずいいお兄様ねとおっしゃるおばあさんがいた、うん、手引きでトイレに行くときも、うん、ああいいお兄様、うん、布団に戻るときも本当いいお兄様、うん、はいはいはい、夜中に6回はトイレに行ったので、自分は一晩で平均18回いいお兄様と言われたってことになるかな。何、どうですかこれは。本当に6回も言ってるんですか。言ってんじゃないの、あ、ごめん、ちょっと怪しい。いや、その日によるからね、いいお兄様ね、いいお兄様ねってすごい口癖みたいに、いや、いいお兄様ねって。本当にそんな人いた、そんな人いたから疑ったら俺は本当にそれは怒る。いるし、いたし、いた、いました、これはいた、どうなんですかね、知らない、そう、回数は一番多かった時のを言ってるよ、一番多かったであろう時のを言ってると、6回ぐらい行ったことはあったと思うから、うん、で、1回につき毎回3回言うとは限らないけど、うん、いいお兄様をね、でも可能性としては一番多い数を、やっぱりそれはいいじゃん、一番多いの数の、うん、ね、でも本当に言ってたし、 それいなかった、作り上げた俺の中の勝手なキャラクターのおばあさんじゃないから、うん、ちゃんといたんですね、じゃあ架空のおばあちゃんではないっていう、いたよ、なんで架空のおばあちゃんの話、架空のおばあちゃんの話じゃない、一回もあのやったことないから、大丈夫、18回だもん、でもほんとそうだね、あんま面白くないね、よく見てるトークとして、もうやめろや。いや、そうなんだよ、別にそんなに違う違う、あれだよね、あれだ、そう、笑える話とかはそんな少ない、あれだ、あっちの記事みたいな方が笑えたんだよね、笑える話で、あれはだから、あれは作ったんだ、前日から、あれはあれはインタビュアーの人に話すちょっと面白い話をみたいな、アナだって速攻こっちのさ、介護芸人の日記作った時に、はい、鉄板トークみたいなやつさ、ね、こっちに書くはずなのにさ、いや、それ書いてる、なんであっちにしかさ、いや、書いてるって、書いてるんですか、書いてるっちゅうね、どこに、最初の方のに多分書いてると思うよ、書いてる、多分ベルトのやつとか、取材用にやっぱ面白いやつはってことだったんですね、そうそうそう、取材の時なかなか、そう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 、そんな、そんな、これは来たな、見つけました、見つけました、ついなんだ、そう、証拠だ、猫好きなおばあさんがいて、機嫌が悪い時猫の写真をお渡しするとスーッと落ち着いてくれた、ある時、はいはいはい、その写真が紛失、はいはい、
ダメ元で雑誌の切り抜きの犬の写真をお渡ししてみたら、はい、スーッと落ち着いた、はい、猫と見間違えたのか実は犬も好きだったのかは未だ謎、うん、どうですかこれこのネタ集猫好きのおばあさんがいて機嫌が悪いと猫の写真をお渡ししてたんだ。これだって何の猫でもよかったことですもん。そうですよね。いますね。いやこれは、飼い猫とかだったらね。そうですね。うん、またこれどうしようもない。お渡しして、これもなんだろう、そういうのこれも聞いた話なのね、うん。そのスタッフの人がこんなことがあったよっていう話でね。あの朝礼とかもしくは、まあ、聞いた話というかもう。日記みたいなの書いたんじゃないもしかしたら違う今日あったことみたいなの違うっていや、うん、今日さなんとかさあの猫好きでなんか写真を持ってきてたのだったら猫の写真があって、うん、なんかそれを渡すと確かにちょっとこう、うん、じーっと見て静かになる感じの人がいたの、うん、そこまでだよなでなんか高巻さん雑誌で犬のやつも見してよ落ち着いたって言ってた高巻さん優しい口で落としに入りましたね猫の写真を見たら落ち着く方がいたそれはそれ本当そこまでですよね多分犬も好きだったのかは今だ謎切り抜きの犬の写真を私見てみたら何ですかその雑誌犬の犬が乗ってる切り抜ける雑誌切り抜けるそれ猫も乗ってんじゃないんですかその雑誌は確かに犬の確かに何が知らない何だよ知らないよ知らないじゃないですかやってないですか何がだよ知らないよどうなんですか何があったあったってあの3つぐらいしかないんじゃないんですかあのインタビューで話した3つぐらいしか本当は面白話ないんじゃないんですか始めちゃったもんだから多少は雑誌だったかなんか犬の写真がこれはどうですか今朝おばあさんが何か雑誌を熱心に読まれてたんで覗いたらこれだったおしゃれいやこれはマジこれはマジ全てでっち上げなんじゃないんですかこれはマジです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 マジもうやめてじゃあ別にでも違うよちょっとおばあさんが持ってきたみたいなシャネルシャネルのシャネルの雑誌そう雑誌が目についてファッて思い浮かんでカシャって撮ってこんな簡単な言葉つけてお前ふざけんな笑い誘ってんじゃないんですか16いいね16いいねの少ないやつ言うなよ誘ってるだけあっそれマジでそれこれは怪しいシャネル怪しいたけしさんみたいな小話出てきたよ。あの和田アキ子さんがシートベルトをそのままやったら車背負っちゃったみたいな。どんどん今朝サージリアルカのニュースを見て江戸っ子のおじいさんがいるかなこっからね。江戸っ子のこっからもういるかな。江戸っ子のおじいさんが、うん、昔はヒロポンっつ薬でよそこらの薬局で売ってんだよ。それが今じゃこうやってさ騒いでやってがやがらと。立川男子みたいなことを言い聞き手のおばあさんがそうでとお茶をすすってましたどうだよこれマジですマジですどうですかこれどうですかじゃないよもうこの事実だよそんなおじいさんももっと面白いことやってますだよねいるこれあのなんだろうなちょっとこのそのたけしさんをイメージされるとなんだろうそんなもっとおじいさんだからヒロポンつってなんか薬だよみたいななんか何ですか出ようみたいなちゃんと話してヒロポンで薬ってこれをまんま言ってるかはそれはさそれさすがにこのもう文体だと、はい、昔は読んでみヒロポンつって薬でよそこいらの薬局で売ってんだよそこいらそこいらは言ってないかもしれないそこいら昔はって言った昔はヒロポンつって昔は薬でよアタシャーとか言うじゃんだってそこいらの薬局で売ってんだよ江戸弁なほんと江戸弁なそれが今じゃこうやって騒いでやがらいやセクシーですそうですかいや言うんだってほんとじゃあ実際どんな感じだったんですか結構声ちっちゃいの聞こえそんなの聞くおかしいの昔はあそこらでヒロポンで売っててさ売ってて売る売っててさ江戸っ子じゃないな売っててただ薬でさなんか薬局で売ったりしてたもんだよみたいな感じ立川男子みたいなことを言い立川男子がよくヒロポンとかそういう話するでしょ聞き手のおばあさん聞き手のおばあさん聞き手のおばあさんはこの、いましたか
聞きて。あ、目の前におばあさんいたよ。ほんと？これ聞いたの？そうです、ちゃんと。それ、また聞きじゃない？何が？この話。いや、これはまだ俺が朝一人で、のほほん風景よ。のほほん風景よ。俺がなんかいろいろ準備してる時に、なんかおばあさんに言ってて、これ薬で、そうねというか、まあまあ、こううなずいて、無言ごっこくやってたから。お茶は？お茶はいいだろ、別に。別にそのタイミングでお茶をすすってはないかもしんないけど、お茶あったそれ。お茶はあったし、本当？そのお茶をすすったりも してたし、そのタイミング、ちょうどそのタイミングで、そうね、ずずなわけではないじゃん。それは厳しいよ。で、それをやったかけるって思うんだな。はい。お、介護芸人日記。これだ、見っけって。やらしいこと言うじゃないですか。別に思うよ、それは。あっ、って思うよ。これにしようって思うんすか。これにしよう。これにしよう。まずメモるから。あ、いや、メモ取らない。これすごいじゃん。お、これをすげえかっけえと思った。普段静かな利用者のおじいさんが歌のレクの時間、スタッフのギターを急に手に取って、ジャジャジャッとかき鳴らして驚いた音がある。ご家族の話では、元バンドマンで、海外の某大物ロックスターが初来日した時、バックバンドを務めた方だそう。これマジよ、これマジ。いや、これかっこいい。これはなんか本当っぽいよね。大マジ、大マジ。ここまで考えれる感じがしない。そこまでの、そこまでの、もっとせっこい、せっこい嘘つくの。坂巻って。犬の写真とか。犬の写真とか。雑誌とか。こんなね、ここまで、これだって嘘すぎるもんね、嘘だとしたらね。嘘すぎる。いや、そうっすね、うん。正確に言うと、こういう嘘だよ、坂巻がつくのは。いくよ。あ、なんですか。靴下を何枚も重ねて履く癖のおじいさんがいて、7枚くらい重ねていたことが、あ、足が圧迫されてしまうので脱がしてみると、1枚違う、1枚だけ違う靴下が、数日前に雨に濡れて干したまま紛失した自分の靴下でした。これ返してくださいねと言うといいよとおっしゃいました。こういうじゃあ本当だ、坂巻クオリティって、本当だって、もう本当だって。なんで自分の、なんだよ、どういうこと、一緒に洗濯してるってこと。いや、確かに。じゃあ一緒に雨濡れたから、そうそう、もう洗濯して置いといて、もう干しとったの、その日びしょびしょになっちゃったから、うん、で、なくなっちゃってたから、なんか何日か前ね、それは。それでなんかなくなっちゃってて、この人が履いてたって話。7枚も、じゃ、おじさん7枚俺のじゃないよ。7枚もおじさん履いてたの。いや、でも靴下ほんと、いや、ほんとほんと7枚履くんよ、うん、7枚どころじゃない、もっと履いてる。それえずっと靴下めっちゃこうやって。で、一番下が坂ちゃんだったの。一番下ではなかったよ、別に。そこはいいじゃん。それはさ、厳しいよ。厳しい。いやいや、他、ごめんね、ね、1個だけじゃないから、確かに、いろいろ前例があっての、そうですね、ちょっと厳しくいかないとあれかなと思って。確かにそうですね、何個待ってのそれぐらいのことはいいじゃん。やったらいいんですけど。いやね、1個2個やっぱ嘘あると、どうしても。ほんとすいません、大ずる式に出てきちゃいます、だからもうほんとゼロから作ってるのとかはさすがにないないです。なんかちゃんとあって、少しね、少し分かりやすくしてるとこはあるかもしれないけど、もういいよ、いいよ、もうこのコーナー、じゃあもう介護芸人の日記、ハッシュタグで皆さん、そう、探してください。探して、別に普通に読んで、どれが嘘か探すぎやつじゃないから。とってもウェットに飛んだ、そういう楽しみ方じゃないので、結構暗いイメージのある